続いてはサッカー。スコットランド王者のセルティックが日本に。中村俊輔さんが所属していた時以来17年ぶりの来日となった今回のジャパンツアー。国内リーグ優勝回数はなんと53回。そんなクラブに日本人選手が5名も所属しています。明日の横浜 F マリノスとの試合を前に、古巣対決となる日本代表前田大然が意気込みを語りました。1年半ぶりにこの日産スタジアムに帰ってきたので、すごい楽しみとワクワクが今すごいあるので、自分らしさをしっかり出して、勝ちたいなというふうに思います。